お茶受け番外編、イエーイ。ということで今回は9月11日にリリースになるフォンスシングル「ちはやぶる友達天体図」から「友達天体図」のお話をしていこうと思います。この曲はね、パレードキラキライエーイっていう感じの、わかりやすい、ね、めっちゃわかりやすい、わかりやすいよね。この3点っていう感じなんですけど、3点ちょっといいね。お茶の間の等身大な姿っていうのがたくさん表現されてる曲かなと思っていて、歌詞はね、なんかこう友達同士の話になるんですけど、それをこうメンバーに置き換えてだとか、こう自分にとって大事な人に置き換えてこう歌うと、すごいね、心がギュッと温まるような、そんな曲になっています。そうですね。どうですか2人は。いや、なんかね、この曲歌詞がすごい個性的だなって思って、確かに確かに、アダムとイブとか出てくるって結構おしゃれだなって思ったの。恋よりもっと純粋な引力とか、すごくなかなか出てこないようなキーワードが並べられているなと思ってて、私はそういうところがこの曲は印象的だなって思ってます。お、歌詞がなんか綺麗なね、感じだよね。私はなんかすごく人間関係というか、すごく人と人とのつながりを大切にしているようなこの歌詞がすごくいいなって思うんですけど、お茶の間今までにないちょっとバラード系っていうのかな、みんなの声の綺麗さがすごく出ててめっちゃ好きで、 A メロとかさ4人歌ってるけどみんなすごい声が綺麗で、そうそうそう、踊りながらいつも3人で綺麗な声だなって思いながら、そう、あとね、みきちゃんの最後ソロパート、あれね、あ、いいよね、最高だよね、最高、本当ね、水星まで行っちゃいそう、そう、水星まで行っちゃってる、行っちゃってる私の気分は結構行っちゃってる、あれで私も行っちゃってる最高だよ、最高なんですよ。いや、ありがとうございます。なんか振り付けもさ、全員でくるくるしてさ、手つないでさ、うん、間からお茶の方までとかやってさ、ね、やってるね、そう、友達天体図それがさ、すごく面白くて、そうだね、くるくるするの楽しいなって思って、たまにやると迷子になっちゃって、あれ誰がペアだっけみたいな、そう、面白いです。振り付けもね、歌詞にすごい合ってるというか、それこそ石型みたいなのを作って、天体図なんじゃない、天体図の中からこんにちはってしたりとか、あと最後ララが言ってるとこがあるじゃない、そこもなんかちょっとこんなくるくるやったりよね、面白いね、そうそうそう、個性的な振り付けもたくさんあるので、それこそあのラララの部分は皆さん歌ってたりできるのかな、確かにグッドラックの紫みたいな感じでみんなでイエーイって楽しめたらいいなって思ったりしてます。 MV もね、なんかさ、あのキラリンがさ、それぞれ2ペアずつに今回分かれて撮影してたから、他のペアがどんな撮影をしてるか分かんなかったんだけど、うちらは丸い星を覗いてビヨーンって顔がなったみたいな、星から顔を覗いて顔がビヨーンってなっめっちゃ疲れてて、めっちゃおもろかった。ペアずつでね、最後星を運んで大きくなって光って、最終的には空に飛んでいくシーンとかもありますしね、ほんと見どころしかないよね、見どころしかない。なんかね、その大きい光を見てわーみたいなシーンとか結構ね苦戦しますね、私あの嘘っぽくなっちゃうから。ミクめっちゃうまかった、うまかった、すごい緊張したの、あの時ペアずつに分かれて撮ったじゃん、あのシーンも。みんながさ、うまいから私も上手にできるかなと思って、とりあえず笑おうと思ったの。でもうまかった、めっちゃうまかった、うん、私が一番印象的なのはここにはいないんですけども、石栗かなみちゃんと向山夏目ちゃんペア、喧嘩をしてるシーンなのかな、ね、なんか夏目が怒ってる演技をしてたのかな、あれがめちゃくちゃ上手で、すごいあの見た時に印象的だった。夏目と、うん、ピアみたいなのが一緒だったんだけど、うんうんうん、朝から私今から怒るシーン撮んなきゃいけなくてできるかなみたいな、めっちゃ朝から心配しててめっちゃうまかった